北海道石狩郡東別町、東別太市に所在する神社。旧社家具は孫社。祀られている神は、以下の五柱である。開拓当初の見据えでは、石狩川切り替え前の十二線南に合交差線付近にて、出雲大社の分霊が祀られていたが、創始年月日は不詳である。一方、東別太市では百九十三年九月十三日、十六線。 南三号の辻付近にあった丹や木一郎の開拓地に、宇佐八幡の分礼を祀る少子が混流された。やがて、隣同士の東別太子と三末は何かと協力する面が多かったことから、神社も一つにしようという話が持ち上がった。1902年7月、15線南四号に社殿を新設して殺しが行われ、太子微神社と称した。 1909年11月12日に公認神社として登録され、西東別神社と改称した。1934年に殺傷線が開通すると、地域の中心部が石狩太美駅付近へと移動したため、それに合わせて西東別神社も16線南2号に車電を新築して移転した。1942年6月7日、孫社に昇格する。 西東別神社二代目宮寺の長谷部栄二郎は、板取子の号で知られる廃人である。1965年9月5日、長谷部の新館30年金属記念として、境内に区費が建てられた。馬よゆ公領式うちの一仕事、長谷部板取子。ありがとうございます。